先哲とは優れた成果や思想を残した私たちの先輩方のことです。今回の大分の先哲は農学者大倉長常。江戸時代の三大農学者の一人に数えられています。長常は1768年現在の日田市にある球磨町で生まれます。長常は11人兄弟の4番目で、父は伊助と言いました。幼い頃の長常は好奇心旺盛で、自分が納得するまであれやこれやと人に話を聞く子供でした。そんな長常が15歳の時、後に天明の大飢饉と呼ばれる飢饉が起きます。奥羽地方の冷害に始まり、全国に広がっていった米の不作はおよそ5年にも及びます。飢饉の影響は日田にも及び、軒先で食べ物を買う人や、冬にもかかわらず薄着で痩せ細り、あてもなく歩く人々が町に入ってきていました。飢饉の現状を見聞きした長常は、米以外で金になる作物はないものかと考えるようになります。飢饉もほぼ終わりを遂げた頃、20歳頃から九州各地を旅します。この中で長常はろうの原料になるハゼの栽培法に加え、サトウキビの栽培法や砂糖の製造法を学びました。5年ほどして日田に戻った長常は、次に大阪を目指すことを決意します。一旦西へ向かい、長崎で捕鯨やクジラの利用方法を学んだ後、大阪へと向かいました。長常29歳の時でした。大阪で見識を広めた長常は、1802年九州の旅で得た知識を交え、初の農書となる農家駅を出版します。3巻からなり、ハゼの栽培から収穫、ろうの絞り方、疲労の相場まで挿絵を使って分かりやすく書き記しました。2年後には稲の干し方や害虫駆除の方法など、各地の農民から聞いた稲作に関する情報をまとめた老農サワーを出版します。その後、再び各地へと調査に出かけるようになった長常は、1822年に農具便利論を出版します。便利な農具は農業を良くしてくれると説き、記載された農具は42種類110点にも及びました。59歳の時には、代表作の一つであり稲作の害虫駆除について書いた除耕録を出版します。以降も各地を調査し、ほぼ1年に1冊のペースで本を出版しています。農業の方法だけではなく、飢饉への備え方なども本にしました。1834年、田原藩家老の渡辺崋山に招かれ、鉱山方という産業を盛んにする技術指導者として仕えることになりました。長常はハゼや楮の植え付け、砂糖の製造、琉球表の製造など、さまざまな事業に着手します。しかし1839年、晩社の獄と呼ばれる事件によって渡辺崋山が謹慎となったことをきっかけに、長常も仕事を辞めさせられます。翌年2月には、妻と娘を連れて田原を去り、岡崎藩に移住しました。その2年後には浜松藩へと移住し、藩に仕えるもわずか2年で辞職。さらには1846年、妻が亡くなったことで江戸へと向かいます。80歳になった長常は執筆活動に励み、晩年を過ごします。そして1859年、92歳の時、
それまでの集大成ともいえる公益国産校を出版します。全8巻およそ10年がかりでまとめ上げたと言われています。この本で紹介された七島藺は現在でも国東半島で栽培され、世界農業遺産として広く知られています。翌1860年、長常は93歳でその生涯を終えました。出版した書籍は30以上。人々の豊かな生活を願い、生涯を農学に捧げた大分の先哲が大倉長常です。